Stop it. Get some help. 条件を設定しないとき、人は最も合理的な方法で目標を成し遂げる。例えば、湖の向こう岸に行くため、雪山の湖を泳げること。ん？君たちが泳いだら、僕も泳ぐのか？いや、僕と勝負がしたいのなら、話は別だけど。アルベド役の野島健二です。どうも皆さん、師走の中どうもです。お疲れさんです。はい、いやー、原神のこの前にアルベドっていうキャラクター発表されたじゃないですか。その時に、それからもう1時間も経たないうちぐらいから、今まであんまり連絡取ってなかった友達からすごい連絡がいっぱい来まして、みんな原神で遊んでるんだけど、ノジ、僕ノジって呼ばれてるんですけど、友達の間ではノジ、出てんのっていうのをたくさん連絡いただきまして、何かこう、僕はね、このゲームを収録するまで本当申し訳ないんですけど、全然勉強不足で原神っていうものをまだね、ちゃんと分かってなかったんですけど、そのこのゲームのこの、なんだろう、盛り上がりっていうか大きさっていうか、人気っていうものに、そういう周りの友達からまずびっくりして、みんなそんなに詳しいんだったら僕の方が一番詳しくないかもしれないから教えてって言って、これからですね、友達にいろいろ原神について教えてもらいながら、僕もプレイしようかなと思ってるとこです。いや、びっくりしました。アルベド君、はい、設定を言っちゃいけないのかもしれないのであれですけど、僕もどうしようかな、どういうふうに役作りしたらいいのかなと思いながら、僕なりにですね、そのいただいた絵と台本をもとにですね、役作りをして、でいざ収録現場に行って、さあアルベド君どういうふうに演じたらいいですかねみたいな話をさせていただいたと思うんですけど、初めはそうだな、まあ頭のいい役、天才みたいなことを言われてる役だったので、ちょっとクールにかっこよく、絵もかっこいいしね、かっこよくやろうかなと思ってたんですけど、いろんなこう設定を聞いたりとか、それからキャラクターの背景なども本当こと細かに教えていただいて、最終的にはかなり僕の中でも結構キーの高い、声に作って、そしてなんかどことなくこう、なんだろう、単調とも言わないですけど、どこかこうつかめないところがあるような、そういう少年に役作りを、作らせていただいて、僕の中ではアルベドっていう役はあまり今までやったことがないようなポジションの役になってます。やっててすごく難しいし、やりがいのある役でした。そう、中でも一番難しかったのが、結構難しいことをこれからね、いろいろ喋っていく役になっていくと思うんですよ、思うんですけど、そういう難しいセリフもいっぱいあるんだけど、それ以上に僕が一番難しかったのが、こう片手で剣持って振って戦う息だったり、ジャンプする息だったり、走る息だったりとか、そういうところのニュアンスが実は一番僕にとっては難しかったですね。そういう何気ない息とかっていうのは、実はそこにちゃんと役を乗せるっていうのが難しかったりして、なんかこう、なんだろう、原点に、声優としての原点に戻ったような、それぐらいの何か難しさを、感じる収録でもありました。役作りの苦労というか、実は、まあ、本来は苦労するであろう部分がありまして、そのアルベドって割とこう、あんまり人間とね、接するのが上手じゃないというか、ちょっと、まあ、あんまり人付き合いが好きじゃないみたいな部分があったりするので、どこかしらこう冷たい印象を受けるセリフが多かったんですね。でも本当はそのクレイに対する部分だったりもするんですけど、その優しい部分があるっていうところで、そこをどうやったら表現できるんだろうって思ったんですけど、そのキャスティングしていただくにあたって、僕の持っている声質そのものが
とても優しい印象があるので、冷たいセリフを喋っても温かく感じられるっていうことをおっしゃっていただいたので、何かここでこうスパンと抜けたというか、あ、僕このままやれば、アルベドになれるんだっていうことをちょっと、知りまして教えていただいたので、そこからは何か安心して、あ、冷たいだけじゃなくて温かみもあるんだよっていうのが皆さんに伝えていけるかなという、何かこう柱のようなものを、見つけた気持ちで演じさせていただきました。そうだな、まあ大体こう演じるときに、あ、自分と共通点ないかななんて探すんですけど、アルベドが似てる部分は天才というところでしょうかね。自分で言ってて耐えられませんでした。嘘です。似てるところ、似てるところか。いや今日ね、質問がこういうのあるよって聞いてたからね、ちゃんと考えてきたんだけどね、今ね急に思い出せなくなっちゃった。なんだろう、変なこと言うからだよね。反省してます。確かね、彼はそう、好きなものに対してすごく研究熱心で、どこまでも勉強してしまう。逆に好きじゃないものに対してはもう完全に塩対応というか、全然興味がないよみたいな感じになっちゃうんですけど、僕似たところあるかもしれないですね。なんか僕にとってはあんまりこういい方向じゃないんだけど、まあアルベドはね、天才だからね、こう一つの方に集中しても他のこともきっとできちゃうと思うんですけど、僕はね全然できないので、悪いとこが似てます悪い、でもアルベドにとっては悪いとこじゃないのかもしれないけどね。あとはそうだな、アルベドはなんか甘いものとかが結構好きらしいんですけど、それは僕は甘いものは最近和菓子、羊羹とかそういうのが好きです。なんか形が綺麗でめっちゃ芸術的じゃないですか。そうですよ、アルベド絵描くじゃないですか。僕も絵は好きです。下手ですけど、でも絵描くのは好きなので、何かこう自分の時間ができた時は絵を描いたりとか、この間はね版画に挑戦してみました。どうでもいい、どうでもよくないよ。僕にとってはね、ちょっと集中して、アルベドじゃないけどかなり集中して、ずっと木版画を彫ってましたね、5時間ぐらい。あとはだいたいアルベドと似ている部分はあんまりないかもしれませんが、僕は憧れてる部分の方が多いですね、アルベドに対して。あんな風に、冷静に勉強したりとか、自分の心をちゃんと律して、こう甘いものとかも必要だから食べるとか、必要なかったら食べないとか、しっかりとしたこう判断できる。僕はもう欲望のままに美味しいから飲んじゃうみたいな感じで、まあ、何を飲むかはね人それぞれだと思うんですけど、完全にお酒の話でしたね、すいませんでした。キャラクター、僕のそのアルベドが関わる人たちって割とそんなに多くはないんですけど、中でもスクロースは何かこう助手というか、こう教えてあげるというか、何かちょっと先生とまでは、先生と言えるのかな、分かんないですけど、いろんなものをついつい教えてあげたくなるぐらいに、どんどん何でも吸収してくれる、スクロースなので、ほらね、言ったら何でもどんどん成長してってくれる子って、なんかそういう弟子とかいたら絶対可愛いはずじゃないですか。あとはクレイ、クレイはですね、まあ実の妹のように、僕には、僕っていうのは野島健二ですけどね、野島健二には妹がいないんですけど、妹がいたらまあきっと相当可愛がるだろうなって思うんですよね。もうまさにそんな感じに甘やかしすぎじゃねえかって思うぐらいに、クレイに対しては、かなり甘いアルベドがいて、なんかそこにすごいギャップを感じます。普段はね結構クールに過ごしてるのに、こうクレイに対しては、クレイがね、ご存知の方もいると思うんですけど、大体こうとんでもない、相当とんでもないことばかりをしでかすわけなんですよ。でそしたら普通ね叱りつけるじゃないですか、ダメじゃないですか、ダメじゃない、ダメじゃないかって怒って、反省しなさいみたいなことをね怒ったりするのかなと思いきや、やれやれしょうがないなって全部片付けてあげたりとかまあクレイのすることはいいよみたいなことを言ってしまう、そんな
アルメダのもしかしたら弱さなのかもしれない、弱点なのかもしれない、もしかしたらそうかもしれない。なんか弱点がないと思ってたんですけど、今喋りながら発見しました。それぐらいなんかこうとても愛情を持って接している、特別な、キャラクターだと思います。この世界めっちゃ広いじゃないですか。もうマップの中で遠くを見てるとなんかこうどれぐらい広いんでしょうね。新宿くらい、新宿よりもっと広い、どれぐらい広いのかちょっと杉並区ぐらい広いわかんないんですけど、めちゃめちゃ広くて見える範囲のところが全部行けちゃうっていうことで、僕ね昔あのゲームを作ることが大好きだったんですよ。遊ぶよりも作ることが好きで、こうプログラミングをしてて、こう広い世界でどこまでも行っていろんな人と関われるゲームが作れたらどんなに面白いだろうと思って、一人で中学生ぐらいの時にめちゃめちゃ広いマップを作っていろんな性格設定をした人間を散りばめて会話をどんどん覚えていって、みんなが会話するみたいな、ゲームとも言えないようなゲームを中学生ぐらいの時に作ってたんですけど、それをはるかに超える世界がもうこの世の中には存在していたんだっていうことで驚いて、もういろんな人たちに会いたいし関わってどんな会話ができるのかなっていうのを楽しみたいし、そうだな、ほら今なかなかね外で飲みに行けないので、そのオープンワールドの世界でいろんな人とキャンプをしながら、飲み明かしたりとか、僕登山とかも興味はあるんだけど寒い冬山とかは苦手なので、あのアルベドについてって冬山に行ってそこでキャンプしてみたりもしてみたいですね。あとはそうだな、どんな植物が育てられるんだろう。僕あの結構山にいた時期が長いので、そこで畑などを耕していたので、オープンワールドの世界でこう畑を作ってみるってのはどうでしょう。田んぼしてる人いないと思うんですよ、まだきっといるのかな、わかんないけど、ちょっとそこでねお米を耕してですね、皆さんにもち米を作って、そこで餅つきをしましょうね。もうお正月のお餅を、作って皆さんにですね振る舞いたいと思いますよ。旅人の皆さん、もうねかなり師走、もしくは見ている方はもうすでに年を明けてるかもしれませんが、そんな中アルベドいかがでしょうか。皆さんちょっと皆さんの、ね、印象も聞きたいんですけど、2021年に向けてですね、僕も、ぜひこの友達からも皆さんみんなからもう原神やれやれって言われてるので、僕も、2021年の抱負としてはですね、原神を楽しんでいきたいと思います。そして僕もねアルベド使いたい、遊びたいと思ってますので、皆さんにもですね、皆さんも先輩旅人の皆さんに追いつくように頑張っていきたいと思いますので、2021年の方もですね、ぜひぜひ、応援してくれたら嬉しいなと思います。それでは、ぜひゲームの中でお会いできますように、皆さん良いお年を、もしくはハッピーニューイヤー。